はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日の動画はですね、とある YouTuber さんから2023年最後に忘年会がてら大食いコラボしませんかとご連絡をいただきまして、今日はねその YouTuber さんのご自宅で大食いをしていこうと思います。年末年始ね、どうしても親戚前とかで編集ができなくなる期間があるので、その分ねバチバチに朝から編集をしておりまして、もう時間が7時半と割と夜深い時間なので、お酒飲みながら忘年会で大食いしたらまあちょっと眠くなっちゃうと思うんですけど、企画とはいえどもねしっかりと楽しんでお酒とともに美味しいご飯食べてこようと思います。それじゃ行こうということでですね、ただいま本日コラボさせていただく方のご自宅近くに到着しました。早速突撃して忘年会楽しんでいきましょうということで、はい、はい、本日はですね、トミーさん家にお邪魔しております。いや、すいません。お疲れ様です。今日はね、オープニングでもちょっとお話しした感じ、はい、忘年会なんで。忘年会にしましょう。一応、企画としては、セブンイレブンさん、はい、ファミリーマートさん、はい、でローソンさんと、はい、3つのコンビニエンスストアさんから、ホットスナック全種、はい、買ってきていただきまして、もともと水溜りボンドさんメインチャンネルの方で開けてる企画なんですけれども、これで1ヶ月かけて食べてたものを、僕らはこの一晩で全部食べきろうかっていうところでございまして、詳しくはですね、トミーさんの個人チャンネルの方で解説してますので、それを見ていただきつつ、メインのね、僕と相方でやってるのを見ていただきたい。そうですね。それをラスカルさんが、そのやったらどのくらいの速度になるのかっていうのを二人で話しちゃった結果、一晩でいけるよっておっしゃってたんで、この人と関わったらダメだと思って、もう今日はゆるくいきましょう。いや、ゆるくいきましょう、はい、もう最後までいきましょう。いきましょう。いけるかわかんないですけどね。ちょっとゆるくお願いします、はい、お願いします。はい、じゃあ開けますか。開けましょうか。はい。うわ、マジか。僕今めっちゃ食いたいです。いや、めっちゃ食いたいですね。今めっちゃ食いたいです。マジで、はい、僕は多分どんどん後半好きなものを食べれるようになってくると思うので、食べれるうちに食べたいものから食べてください、はい、あ、了解です。、はい、うわ、いいですか。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいです。言い方良くないですよ。めちゃくちゃ言い方良くないんですけど、はい、出来たての匂いじゃなくて、はい、テイクアウトした冷めた油の匂いだから、それはそれでまたいい。ああ、まあそうですね。そのお酒とホットスナックって結構難しくないですか。難しいですね。なんかその時間帯的に。そう、でも僕割と好きなんですよ。深夜にホットスナック食べたいなと思っても、うん、まあ、はい、ほぼないんですけど。ないですね。売れ残った、わかります。数時間前に揚げたであろうホットスナックめっちゃ好きなんですよ、はい、やばいなこれ。これいいですね。2貫目もビールでいきますか。2貫目もビールでいきましょう。もう焼酎ハイボール僕いっていいですか。焼酎ハイボール、あー、それでいきます。行きましょう。これいいですよね。いいっすね。これマジで。そう。ちょっとサムネどうしようかな。その前に乾杯したいですね。乾杯しましょう。そうしましょう。仕事まだしたくない。はい、ありがとうございます。これうまい。ビールからのこれちょっとえぐいですね。いや、うまいっすね。最高。本当にいい企画ですね。とりあえず新年会称して同じような企画もう一個お願いしますね。もう一個なんかケンタッキーとかで。ああ、やりましょうやりましょう。最高。それ最高。一人その一晩でケンタッキー全種でプラスでお酒飲む。じゃあサムネ一回ら、あ、僕の置いちゃっていいんで、もう今日の仕事終わりですか。あ、終わりです。もう食べましょう。そしてあとはもう楽しむだけです。はい。すいません。はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。いただきます。せーす。じゃあとりあえず、はい、僕はこの後いくらでも好きなものを食べれるので、はい、もう手始めにトミさんの食べたいものから取っていただいて。いい、僕はなんかい、なんかですけど今そのコロッケとかそっち系が食べたいですね。じゃあ僕もコロッケ乾杯していいですか。あ、コロッケ乾杯しますか。すいません。じゃあいただきます。コロッケ乾杯。うん、うまっ。最高だ。あ、うまい。本当にうまいな。今日何も食わなくてよかった。冷めてるから、うん、ダイレクトに油の味っていうんですか。そうですね。揚げたてはカラッと感じるんですけど、もちゃーっと油の味が分かりやすく、すぐ油きます。それがいい。あー、これちょっとうまいな。うん、海賊。
海賊飲みたいですうめえ。これいけますね。どんどんいきますか、そしたら何いきます。次僕でも、でもこの春巻きちょっと気になる。いいですか。めっちゃうまそう。最高です今日。そう僕もやっぱ人より食べれるんで、はい、まあ何でも食べれるから先行ってくださいって言うんですけど、うん、本当に久々に人に食われたのが悔しいですねやっぱそのホットスナックで晩酌ってあんまないですね、考えてみたら。あ、ないかもしれないですね、うん、これは貴重な経験です。言われてみればちょっと小腹が空いた時とか外に出てて、はい、飯として食うことが家でないんで、たまにコンビニ行った時に軽く食うぐらいじゃないですか。そうですね、本当に軽食というか、そうですよね、まあ、おやつじゃないんですけど、うん、そう考えると多分結構贅沢な、さっきコロッケ、僕コロッケだと思いますね。的なやつ、的なやつ、的な形のやつ。もうお酒飲んでるんであんま分かんないですよね。あんま分かんないですね終わる頃には表が違うと思いますからすいません、もうそればっかりは申し訳ない、ね、うん、じゃあちょっとどんどん行きましょうよ。じゃあ軽くアメリカンドッグとか。あー軽くないですけど全社あるやつを。じゃ僕すいません情けないんですけど、ちょっと焼き鳥行っていいですか。行ってください、行ってください。僕皮が大好きなんですよ。うわいいな、いいですね。え、今何食べました。アメリカのそうですよね、パンは食べたんですよ僕でもファミマの多分あれ皮食べたよ。あれ俺全部、あれ僕ファミマの焼き鳥全部行きましたわ。え、これ余裕ですね。あと分かんないけど今何か食べました。何食べたんですか兄さん。な、ね、なんだろう。まあ後で分かりますね。はい、いいペースだな。でアメリカンドッグ行けんのはマジででかいですね。これちなみに、はい、アメリカンドッグどっち派ですか。サクサクのところとちょっとフガフガしてるところありません、ね、柔らかくて甘くてもちもちしてる感じに生地になっちゃってるところとカリッてしてるところあると思うんですけど、タイミングによるな。僕アメリカンドッグそんなに自分から食べないんですよ。使わなかったんですけど、ダイエットしてからもうアメリカンドッグってあれもう魔の食べ物だったんだよ。もう言ったら揚げ物の衣の部分がめっちゃでかいみたいなイメージじゃないですか。はいはいはい、誰開発したの？どうできてってやめてくれこんなのって言うぐらいアメリカンドッグの凄さに気づいたんですよね。なんで多分そのダイエット中はチートデーの時とかに食べるとしたら、うん、糖質が足りないんで甘い方が、ああなるほど、いいんでちょっとこう。なんていうんですか、ちょっとパンケーキ味のあるやつあるじゃないですか。ホットケーキミックス買いたいな、絶対ホットケーキミックスで周り固めたじゃんみたいなのが好きだったですね、うん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 、うまいっすよね。じゃあちょっと僕も今ファミリーマートでいただくんで、はい、これでじゃあアメリカンドッグはなくなるってことですか。なくなりますね、うん、これ僕今どこ取りましたっけ。ご飯覚えてなさそうだな。いやもう無理ですよ。しっかりしてよしっかりしてよ僕でも今日調子いいかもよ、めっちゃ食えてます。そうですね、はい、一回取りてきていいですか。あ、いいっすよ。すいません、ちょっと一回ボスがお手洗いってる間に今日わかんなくしたいからちょっと一回食べますね間に合うかな、これうん、お腹いっぱいかもあ、焼酎ハイボールもう一本。もう一本、そうっすよね。うん、いますよね。うん、うまい方。大丈夫ですか。溺れてないですか大丈夫ですか。うまい方。減りました。で、なんかパッと見のその人口密度が低いんですよ食いましたカメラマンも食いました。まあ、とりあえず表を書き込むのはトミーさんの役目なので、あ、そうですね、はい、終わった頃に空きがあったらトミーさんのせいですからね。いやちょっと待ってください、無理ですいない時の事柄については無理ですよ。じゃあうちも一回バッテリーチェンジしましょうか。あ、どうぞ、全然どうぞ。逆に今何パーぐらいですか。お腹っすか。はい、お菓子、お菓子いや、お菓子ちょっとつまんだなみたいな全然お通しのちょっと、あ、膨れてないぞってことですか。全然ですね。僕結構今日調子いいなと思って、じゃあちょっと飲み食いしていきますか。ファミマの、うん、うん、
あ、うまいこれ。メンチカツ。はい、ファミマのメンチカツうまいですね。でもいいっすね。マジで忘年会ですね。いや、本当にそのお酒と揚げ物を食べ続けるなんて本当に暴挙じゃないですか。あ、これ最高です、本当に。うわ、でも唐揚げとか食おうかな。それこそ高校生の時とか、はい、セブンイレブンさんの唐揚げ棒めっちゃ食ってましたね。え、それで言うと高校生の時はそんなめっちゃ食えなかったんですか。信じてもらえないかもしれないですけど、はい、あのペヤングの大盛りあるじゃないですか、2玉入ってるやつ、はい、あ、 ありますあります。あれ食いきんなかったっす、高校生の時、うん、それは信じないですそれを信じるわけがないです。これマジです。でそっから覚醒が起きたってことなんですね。そうですね。僕もだからそのダイエットめっちゃした時に、うん、そう感じたんですよ。満腹中枢がちょっとずつバグってきませんか、うんうん、そう、なんかたまにしか食べれなくなって、うん、一回そのチートデーの日って一日だから、はいはいはい、その日に食べなきゃもう次の日から節制しなきゃいけないっていう強迫観念があるんですよ、うん、でその日のうちに食べなきゃいけないっていうことから一回本当に意味わかんないぐらい食うんですよね、うん、一回限界を突破することで胃の容量が異常な広さになるというか、うん、なりますね。僕の大食いになったきっかけはそれなんで、完全にダイエット経てみたいな。そして昔割とむっちりがっちりって感じで、はい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 、僕その学校卒業してからは一度建築の職人になったんですよね、はいはいはい、でその時ってやっぱりいろいろ動き回るんですけど、やっぱちょっとこう体が重たいときついというか、うん、現場が、うんうん、だからそのダイエットを兼ねて筋トレにハマった時期がありまして、やっぱそういった時期ってこうすごく節制をしてたんですけど、うんうん、だからその満腹で食う時期が筋トレ中はなかったんで、はい、どっから変わったかわかんないんですけど、きっかけは間違いなくそれですね。後天的ギフテッドが、そうですね。いやそれだから僕もちょっとそれなんですよね初めてです、酒飲んでる時にお腹いっぱいになったの揚げ物って急に来ますね、うん、しかも僕ちょっとずるく揚げ物避けてきたんですよ今。その焼き鳥行ったり、うん、フランクフルト行ったりして、うん、いやどうしよう。僕一旦分かりやすいようにセブンイレブン食っちゃいますか。セブンイレブン食っちゃいますか。いやいや巨人の食い方です。セブンもうなくなりますね。カレーパンはある、このコロこれビッグポークフランクはないやん。食べました。お前か誰だ誰だ君は食べたのビッグポークフランク。美味しかった、美味しかった、めっちゃ美味しかったいやしかもその無茶ぶりに対して間に合わなくて、そのそなんかバッテリーチェンジの時に半分ぐらい食べてたちょっとお腹いっぱいかも。カレーパンなんて酒飲んでる時に食わなくないですか。今日のラインナップの中で唯一酒飲んでる時にいるかいの中で言われたらいらないかなって思ったのはこの子だけですね。カレーパンですよね、うん、カレーパンはだいぶありがとうございますっていう状態ですうん、どうですか、食べたらやっぱ感想変わるんじゃないですか。さっきのアメリカンドッグ理論じゃないですけど、はい、衣の部分が多いから、はい、割とありっす割とあり割とあり、うん、しかもいいこれ。あ、こんなうまいですかこれセブンのって。セブンのカレーパンは美味しいです。甘いけどスパイシーで香りも強いから。いやでもみんなはカレーパン1個食ったらもう終わっちゃうね、その日。めっちゃうまいですよ。いや美味しいよ、知ってますけど。いります。いや酒飲んでる時は無理です今カレーパン無理です。一回食ったら分かりますって。ちょっといいですか、行ってすいません。うわあり、めっちゃありっすね。めっちゃありっすよね。でも僕、はい、酒飲んでる時ご飯頼まずに、はい、カレー皿とかで飲む時あるんですよ。小鉢で売ってるとこあるじゃないですか。 ありますね、居酒屋さんとかで別皿でカレー出してくれるみたいな、はいはいはい、それで酒飲む時とかもあるんで僕割とありだと思うんですよ。カレーパン、うん、カレーってちょっとその、うん、食欲を増進しません？なんかそのもっと食べれるようになる気がしますね。今食べませんけどね食べませんけどね。でも、うん、揚げ物ってやっぱお酒飲んでると食べ続けたくはありますね。その油的に無理というよりは今胃の容量的に来てますね。え、僕電酒持ってきていいですか。お酒持ってきていいですか。あ、電酒、あ、もちろんもちろん。電酒あるんですよ今。これ僕最近ショートでこれ今飲んだんですけど、だいぶフルーティーだと思います。はい、
これうまいっすよね。いいですよね。わあ、嬉しい。嬉しい。今日弱くてどうする気？ラフランスみたいな、うんうんうん。だいぶフルーティーじゃないですか。辛さはないですよね。鼻から抜ける香りも全然そのアルコール臭というか、はい、強くないので。はい、わあ、これうま。これ危ないですよね。ちょっとじゃあそろそろ、はい、ローソンさんといえばですけど、唐揚げくん。あんま食わないんですよ、ほんとに。唐揚げくん、うちの娘が大好きなんですよ。唐揚げくん、うん、うわ、うまっ。うわ、唐揚げくんうまい。やっぱ全然食えるな、早っ。唐揚げくんって、唐揚げの美味しさもあるっすけど、ナゲットっぽい良さありません？あー、もうわかります、うん、その、愛の子って感じしますよね、うんうんうん、肉質がちょっとナゲットっぽいっすね。そうなんですよね、はい、肉はナゲット、衣は唐揚げ、うんうんうん、こういう唐揚げって多分ここでしか食えない。そうですね。でも言っていいの？待って、めっちゃ来ました。それ何ですか？やばい、わかんないままラスカルさんが次の一手に出てる。そうね、見る前に食い終わんのやめてください。だけどローソンは唐揚げくんレッド以外完食です。なんでここ見…待って、タンチキ…タンチキも食べました？タンチキ食ったのかな？何時今？何時？全然…普通にみんなで居酒屋行った時飲み放題だね、2時間制とか。2軒目行くかぐらいですか、まだ。ですよね、いや、2時間経ってないです。え？なんで、まだ2軒目行くかの話も…いや、ちょっと待ってください。でももう本当終わるっすよ。今ファミマ…いや、もうだからあと1、2、3、4、5、ファミマが5品。俺も参加したい。でもやっぱコンビニのホットスナックって、はい、日常生活でその買いたてを食べることは多いですけど、時間経ってもずっとうまいっすよね。まあうまいですね、うん、まあ、ただ時間経ってもずっと食えるかっていうと個人差があるんで食べらないでください。行ったことないっすね、撮影では。いいです、はい、辛いのが結構だったら。食べ終わってません？食べ終わってません？もう全部行ってる。お、終わった！終わった企画。